皆さんどうもこんにちは。アンセムの柴田です。この度伊藤清則さんのトークイベント清則10番勝負2020の初日、9月4日金曜日出演させていただくことになりました。出演は私柴田とアンセムの現ボーカリスト森川幸雄、そしてアンセムの前ボーカリスト坂本映像、この3人で伊藤さんとトークを繰り広げたいと思います。トークのテーマは、不屈のアンセム魂と、まあちょっと何を話すのかっていう感じですが、まあアンセムは今年35周年、2020年で35周年を迎えたわけですが、まあこの35周年の中には本当にいろんなことがありまして、まあみんなで、一致団結して進んできたんですが、この35年の歴史を今回のトークのゲスト、森川幸雄、坂本映像から2人のシンガーが、入れ替わり入れ替わり、支えてきてくれたわけですね。デビューが坂本、そしてしばらく経って森川にバトンタッチ、そしてちょっと間が空いて、再始動でまた坂本映像でスタートし、途中でまた森川幸雄にバトンタッチし、今に至ると。まあ彼ら2人じゃないと語れないことはいっぱいあるでしょうし、まあバンドを離れたり、バンドに加入したりするときに何を思ったか、そして当時、まあ今もそうですけど、バンドの中心にいて、こうバンドをいろんな風にこう舵取りしていく僕の心の中がどうであったか、まあ時にはその歴史が長いバンドって、こういうことあんまり語れないようなことっていうのはいろいろあるわけですが、ともするとその暗黒史だとか黒歴史だとかって言われる部分なんですが、まあ正直言って僕たちにはそういうものはないんです。黒歴史暗黒史ないんですが、なぜならその都度全力投球なので、もういいも悪いも余裕もないですから。ただ今振り返ると、あ、ここでこうやって考えてこういう行動をとってたなとか、今じゃないと語れないこととかっていうのは多分あるでしょうし、まあ森川にも坂本にもあるでしょうし、なんせ伊藤さんはほとんどそれを知ってますから、見て、まあこの4人で語るアンセムの歴史っていうのは、やっぱりそのトークのテーマである、不屈のアンセム魂につながるんじゃないかと僕は信じております。この4人で語るアンセムトークは本当に濃くてかなりディープだと思います。ぜひお聞きください。清則10番勝負2020。昨年開催したトークイベント清則10番勝負、その興奮と熱狂再びということで、今年も私伊藤清則が各界著名なゲスト10組を迎えての10日間、徹底的にトークバトルを行います。9月4日から9月8日までパート1、9月18日から9月22日までパート2、今年は有料動画配信での開催となりました。詳しくはタワーレコード渋谷店のサイトをチェック。皆さん、当日オンラインで待ってるよ。乞うご期待。